おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は高砂ユリの8月の様子、つぼみから開花までをお届けしたいと思います。令和6年最後のユリが咲き始めました。名前を高砂ユリと言います。入手した球根が2センチ台と小さかったので今年は咲かないと思っていたのですが、このように茎が立ち上がり、現在8月中旬ですが、つぼみも立ち上がってきました。動画としてこのままつぼみから開花までを追っていきたいと思います。根元からこのように立ち上がり、つぼみが出ています。こちらのプランターには全部で5株ありますが、すべて茎が立ち上がり、つぼみがついてます。定食動画は2023年9月18日付でアップロードしていますので、よろしければご覧になってください。このまま成長するとあと 2,3 日で開花すると思います。高砂ユリについて少しおさらいをしたいと思います。高砂ユリの高砂は台湾を意味する呼称で、高砂国に由来しています。現地の台湾では台湾ユリ、高砂ユリと呼ばれています。日本では鉄砲ユリとの類似性から細葉鉄砲ユリと呼ばれる場合もあります。特徴ですが、高砂ユリは鉄砲ユリに似ていますが、茎が太く丈夫で竹が 1.5 メートルほどに成長することもあります。花期は7月から9月、花の長さは15から20センチ、直径は5センチと大きめで、鉄砲ユリも大型になります。葉は細く、花は白を基調とするもので、薄い紫色の筋が入り、花弁は6枚、横向きに咲きますが、少し下に向くことが多いようです。高砂ユリは鉄砲ユリとの交雑種が多く、また変種も起きやすい品種と考えられています。分布は台湾の固有種で、日本には1924年に園芸用に輸入され、その後、気化植物となり、全国に分布するようになりました。明るい原野や高地でもよく育ち、今では海岸から低地、高地に至るまでよく分布しています。高砂ユリは外来種のため、貴重な国内固有の自生するユリと混血してしまうため、自治体によっては抜いて処分することを推奨しているところもあるようです。山ユリや鬼ユリとも混雑してしまうこともあるようです。現に高砂ユリと鉄砲ユリの掛け合わせでできた新鉄砲ユリというものが自生し始めています。花の咲く時期は鉄砲ユリが6月頃に咲くのに対し、高砂ユリと新鉄砲ユリは8月頃に咲くようです。花の色ですが、鉄砲ユリが純白なのに対し、高砂ユリは紫色の筋があり、新鉄砲ユリはこれまた純白ということで、かなり分かりづらい感じがします。高砂ユリは繁殖力が強く、こぼれ種で簡単に増えることができます。笹ユリや山ユリなどは種から育て開花まで5年から6年かかるのに対し、高砂ユリ、新鉄砲ユリは種から発芽して6ヶ月で開花すると言われ、その生命力からウイルスを持つことが多いことから、国内の在来種のユリを駆逐するとも言われています。個人で高砂ユリを栽培することはいいのですが、その種や球根を自然界へ放つことは、日本固有のユリを守るためにも控えた方がいいと思います。それでは高砂ユリの開花を待ちたいと思います。高砂ユリが開花いたしました。純白な色をしてますね。横から見ます。球根が小さかったんですけれども、こちらの株で4つほど咲いてくれます。こちらまだ咲いたばかりですね。何本かありますので、1本だけ花を取らずに種まで育ててみたいと思います。種がうまくできれば、その種をまいてから発芽までも追っていきたいと思います。こちらは明日開花すると思います。こちらもそうですね。高砂ユリが満開になりました。
今回は高砂ユリのつぼみから開花までを追ってみました。この後の作業ですが、いくつか高砂ユリがありますので1本だけ育ちのいいものを選び種を育ててみたいと思います。後編として採取した種をプランターに撒き、発芽の様子などもお届けできればと思います。今回は高砂ユリについてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。